方に強い相手がの、はい、さあここは浅野スルーパスが出てゴールキーパー出ている。もう一度古橋ディアルフィンター、決めた先制ゴール。古橋こぼれ球スルーパス浅野、そしてこぼれ球古橋が決めています。先制ゴール日本。まず福田さん、古橋のゴールが決まりました。そうですね、まあ大きいんじゃないですかね。浅野のやっぱりスピード、はい、ディフェンスの背後に抜け出すスピードですよね。それに対してしっかりとフォローが入って、まあ、最後ね落ち着いてよく流し込んだと思いますね、浦橋がね、まあ、J リーグでもね好調ですからね、浦橋ね、そういう意味ではああいうゴール前でも落ち着いてプレーができたのかなというのを思いますね。いい形で先制ゴールを奪った日本代表。ここで古橋クロスが入ってくる、ゴールキーパーの位置、ただこういうところもしっかりつないでくる。立木さん、低いクロス入ってくる、ボールが入った、21番のチャリドフ、中には4人の選手が入ってきた、立木さん、シュート、決まって1対1同点、日本2次予選初失点。サファロフだと思うんですけど、はい、まあ、この選手もやっぱり今シーズン、ね、ACL の方ですごくまだ若いんですけど、自信をつけてきたところがあるんじゃないかなと、両サイドがやっぱ鋭いボールが入った時にちょっとに、うん、そこからまた今古橋が走った場所ですね、はい、ここはオフサイドありません、はい、古橋クロスボール入ってくる、はい、決めた、南野匠7試合連続ゴール、見事にニアサイド飛び込んできました。古橋が深い位置を取って、はい、そしてニアサイド南野匠、この位置から左足で手の背後取っといて、そして前にできたスペースに入っていってるんですよね、ボールが来る。そして南野拓実、はい、左足で流し込んでいきました。やっぱ古橋の位置取りとランニングで19番のナザロフ、完全にあの逆を捉えたという。橋本が入ってくる、坂本、橋本のシュートに来ました、ピンポイントでシュートを狙っていきました、橋本健人、3点目が入りました。でそこに6番のハノノフが、まあ、食いつく形になって、まあ、シンプルに展開してまた戻ったボールをワンタッチなんですけども、まあ、そんなにあの時間もスペースもなかったように感じたんですが、はい、まあ、そこでやっぱりプレーできるのが鎌田なんでしょうし、まあそこでシンプルにまたフリーずっとね立ち上がりから集中して攻守において非常に集中したゲーム、はい、ここも奪う日本、河辺のゴール決まった、河辺代表初ゴール、ここは狙っていました。戸田さん狙ってましたね、はい、まあ、守備は前から攻撃は後ろからって言いますけども、はい、前線の選手がしっかりあの追ってくれましたから、でその追いを見た時にボールがどこに出てくるかの予測ができて、5番のサファロフ、まあ、相手がシュートしたい場所に先に山根が戻ってきたので、はい、まあ、相手からすると押すしかないですから、まあ、すごく良い守備だったと思います。ここに庄司、そして森田ワンタッチ、森田はこういうところ攻撃に絡んでくる、シュートを狙ったている森田の攻撃力です。トロさん、ボレンチとしてこの森田だいぶこう攻撃に絡んでくるようになってきました。